U-13 レースの表彰式自転車競技は人力のみによって推進される自転車を用いて行う競技である。英語のサイクリング、フランス語のサイクリスムそれぞれの意味にはレクリエーションとしての自転車活動全てを包括するが、本校では競技の競技スポーツを解説する。自転車競技場という用語があるが、この施設は本港で示す自転車競技全般を行う施設という、 意味ではなく、工術のトラックレースを専門に行う施設を示す。主に競争による着順や所要時間、特失点などで順位、勝敗をお決する。種目は長距離から極短距離、走力が問われるものから高い技能が要求されるもの、球技など多様であるが、すべて競技開始から終了まで人と自転車が一組として進行を消化するのが共通する原則であり、 これは例えば競争種目のフィニッシュ直前で自転車が乗車走行不能となった場合、これを放棄して、選手だけが単独でフィニッシュ戦を通過しても無効であることを意味する。また、競技内容の一部に自転車が要素として含まれて、いるだけのスポーツは自転車競技として扱われていない。 自転車が発明されかつ比較的早くから道路整備が進んだヨーロッパとその移民先で歩きたアメリカを中心に発展してきたため、それらの地域での関心は高く競技人口も多いが、総じて先進国にほぼ限定されたスポーツであるため、工業及びその関連事項により莫大なキャッシュフローを生み出す割に世界的視点での競技人口は少ないのが特徴である。 オリンピック実施競技であり、世界選手権及び年間シリーズ戦が各種目個別に毎年行われている。プロフェッショナル化も早くから進んでおり、これらは国際自転車競技連合により統括、整備されている。現在まで記録に残っている最古の自転車競技は、パリ郊外のサンクルーで1868年5月31日に行われた1200メートルのレースとされている。 勝者はジェームズ・ムーアだった。この時は木製のフレームに鉄製のタイヤであった。現在のロードレースの原型となる2都市間を結ぶレースとしては1869年11月7日に行われたパリ・ルーアンが最古とされている。このレースの優勝者もジェームズ・ムーアで距離は 123km、タイムは10時間45分であった。1885年に 安全型自転車。1888年には空気入り自転車用タイヤが続々と開発され、現在の自転車の原型がほぼ完成。これにより自転車自体の利便性が向上し、競技人口の劇的な増加を果たすこととなる。1892年にはリエージュバスニにリエージュが開始。これが現存する最古の自転車ロードレースである。百九十三年。 アメリカ合衆国のシカゴで第1回の世界選手権自転車競技大会が開催された。1896年には近代オリンピックの第1回大会がアテネで開催。自転車競技のロードレース、トラックレースは共に正式種目として採用された。夏季オリンピックにおいては現在まで必ず自転車競技は正式種目として採用されている。オリンピックの自転車競技も 参照のこと。UCI が管理する世界選手権種目の大きな、くくりとして8種目があるが、細分化により、種目の中においても UCI が管理していない競技がある。また、UCI 以外の団体が管理している種目もある。道路上で総力を競う競技であり、特別に閉鎖または交通規制した行動や、一般交通から隔離された。 永久周回道路などで行われる。基本的にレース距離は決められておらず3 0 0トル近いプロレースから数キロのホビーレースまで幅広い。競技方式は参加選手全員が一斉にスタートしあらかじめ決められたフィニッシュ戦での着順で決勝する方法や参加選手が一定時間差で個別にスタートしフィニッシュ戦までの所要時間で決勝する方法などがある。 また、二日間以上の日程で、前期に方法を取り入れた二レース以上の合計所要時間などで決勝する方法もある。角丸長方形で直線部に緩く曲線部に険しく、内方へ横断勾配がついた専用走路で走力を競う競技である。競技種目は非常に多く、1000メートル以内の距離をマッチレースで着順決勝する方式から、 数万メートルを多人数で同時に走り、規定周回ごとの発着線通過順で獲得する、得点合計で決勝する方式まで多岐にわたる。また、異なる種目を複合し、合計成績で決勝する方式もある。使用できる自転車は、トラックレーサーに限られる。主に未舗装の道路で、マウンテンバイクと呼ばれる特殊な自転車を用いて行う、競技である。競技は、 数種目ありすべて要素が異なるのが特徴である。代表的なものとして、登山道やスキー場の保守道などを閉鎖した大きな標高差のコースを頂上から麓まで選手個別に走行降下し所要時間で決勝する種目と周回路を参加選手全員が一斉にスタートし規定周回勝過後のフィニッシュ戦着順で決勝する種目の二つが挙げられるが、 これからもわかる通り、マウンテンバイクを使う共通性を除けば競技性が対極である。車両交通を想定していない土地で走力を競う競技である。林道や牧草地、農管機の畑など、あらゆる場所が周回路に閉鎖され用いられる。乗車したままでは通過できない障害物や階段などが設定される場合もある。競技はあらかじめ設定された競技時間があり、 参加選手全員の一斉スタート後、戦闘者が2周した時点で要した平均周回時間から設定競技時間に最も近い時間となる周回数を算出、公表し、フィニッシュの着順で決勝する方式が一般的である。BMX と呼ばれる小型で剣道な自転車を用いる競技である。主に人工的に造成されたジャンプ台や波状。 横断勾配など多くの起伏を設けたコースまたはスペースを走行する。レースとしてはトラックで行われ、8名以内の選手が一斉にスタートしフィニッシュ戦の着順を争うもので、燃焼者が自転車を走らせるための体力と機能を高度に養う最適な構成になっているために、燃焼者からプロ競技者まで幅広く行われている。 フリースタイルとしては一定の広さを持つスペースの中で行われ技の華麗さを採点して争われる。モーターサイクルによるトライアルと区別するためバイクトライアルとも呼ばれる。岩場や倒木地またはそれらに似せた人工増営地など乗車走行困難な場所のコースを制限時間内に通過する競技である。競技方法は 2km 前後のコース内に十数箇所の競技区間を設け、制限時間超過やタイヤ以外の自転車部位で支えたり、足を地につけたりするなどで減点される。全競技者が競技終了し、減点が少ない順位で決勝する。20インチの専用自転車とマウンテンバイク企画それぞれのカテゴリーがある。主に体育館で行う競技である。 競技種目は2名1チームの対戦型競技であるサイクルサッカーと乗車中の演技を採点するサイクルフィギュアの2つであるいずれも極めて特殊な自転車が用いられる屋外のフラットダートまたは屋内にショートトラックを設置し周回する競技であるモーターサイクルによるスピードウェイの自転車版にあたりフリーホイールでブレーキのない自転車が使われる 狭いトラックを4人で周回するため他の自転車競技にないほどの激しい攻防が繰り広げられる。UCI の管理種目でないが、イギリスでは UCI 参加団体であるブリティッシュサイクリングが中心となって管理している。身体障害者による自転車競技であり、通常の自転車を選手の体に合わせて手を加えた車体を使用する。タンデムや ハンドサイクルなど独自使用にあたる自転車を使用することもある。ロードとトラックが行われ競技ルールは通常のものとほぼ同一だが選手の障害の程度によりクラス分けされている。2007年より UCI の管理種目となっている。自転車に乗って当たっても怪我をしない軟質素材のチャンバラ刀を持った選手同士が互いの背面をヒッとし合う対戦競技。 1>, 1セット2分間でより多くのセットポイントを獲得した者が勝者となる。20メートル15メートルのコート内で急旋回、急減速、急加速、静止を繰り返しながら追ったり逃げたりする。警戒車、クロスバイク等あらゆる自転車の使用が認められている。ありがとうございます。